こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。安倍の中麻呂のですね、東大の詩人の交流について、大井の詩をですね、この前紹介しましたが、今回は李白の詩をご紹介します。これも非常にいいですね、有名なですね、安倍の中麻呂とですね、李白がですね、まあ友達であったと、まあまあ知り合いであったということがこうですね証明される、そういうですね、詩でございます。長兄黄を告すと。敬意というのは何々君という継承なんですね。まあ何々さんとか何々君ですから。ですから長黄をですね、いうのがですね、安倍の中麻呂の、中国名になります。長黄ですね。から長君の黄をですね、告すというのは泣き、大声を上げて泣き叫ぶということで、これは死人に対する礼儀なんですね。ですから、ですね、長さんが、の死を悼むと、そういう内容になります。ただ、ですね、この詩ですけども、安倍の中麻呂がですね、まあ遭難、帰国途上で遭難したという知らせを聞いて、あ、これはもうきっと亡くなったんだろうと、みんな思うんですね。李白もですね、そう思った。ところがですね、実は、ベトナムの方にこうですね、漂着して、そこからまた長安に、安倍の中麻呂はですね、帰ってくるですね。また亡くなっていなかったんですけども、まあ、誤報だったんですけども、まあ、まあ、死んだと、亡くなったということを勘違いしてですね、読んだしということでも有名です。ですね、まあ、七言詩、前も言いましたように、まずは、上、ね、三、上四と下三で切れるということですね。で上4は2-2で切れるということですね。で、ですね。で、下3だけちょっと考えたなと。だけどまあ、これ、定位とですね、離れる、定位とやからまあ、ここですね。こうですね。巡る、方向をですね、沈む、壁界ですね。満ちる、相互をですね。ということで、全部2-2-1-2と。いうですね、リズムになりますね。それではちょっとそのですね、読んでいきましょうか。日本の長兄ね、長さん、長君はですね、帝都を実施と、離れてというですね、去ってとですね。で、正反一転、方向を巡ると。まあ、方向というのは、ですね、蓬莱山ですね、東方にあるですね、仙人の住む島があると。まあまあ、ですね、日本のことをも指すらしいんですけども、そういうですね、蓬莱山のあるですね、方角に向かっているとですね、まあ、船、ですね、船の方は、ですね、まあ、一艘が、ですね、まあ、一層言うわけじゃないんですけど、まあ、一段がですね、その、蓬莱山の方角に向かって、ですね、出発したと、ですね。で、向かいつつあったんだと。
ところが最暴風に遭いまして、ですね、まあ遭難するわけなんですね。で、明月、まあこれはあの長江のことを言ってるんだろうと思う。明るい月はですね、帰せずということでしょうね。これね、帰らずというもんですけど、帰せず、帰せずして。壁界に沈むと。壁界に沈み。ね。白雲就職、相互に密と。相互というのは、これ地名なんですが、これはあの、御帝の一人、舜というですね、いう人が亡くなったところとして有名です。ですから、ですね、舜が亡くなった、ですね、相互の地にですね、まあ、憂いの悲しみのですね、景色がですね、溢れていると、というですね、状態に今私たちは、なっているんだよと、そういうふうにですね言うんだと思いますね。日本の長兄帝東寺氏ね、日本からですねはるばる唐の国にやってきたですね長さんはですね唐の都長安を、ね、立ち去って、ですね、西藩一辺壁向、方向をめぐると。ですね。まあ、ですね。一段のですね、船が、ですね、蓬莱山、ですね、に向かって、ですね、旅立って行くと。ですね。ところが、ですね、明月、帰せずして壁界に、沈みと。ね。明るい月のようなあなたは、ですね、もう、落ち着くべきところに、ですね、落ち着かず、まあ、帰国することなくですね、そして、海の中に沈んでいってしまう。それを聞いた、ですね、目の前の風景は、ですね、雲が、立ち込め、ですね、悲しみのですね、景色が、あの旬の亡くなった相互に満ちていたように、ですね、あの目の前にこう広がっているんですよ、と、というですね、意味だと思います。ですね、長兄江を国す李白、日本の長兄帝東寺氏、西藩一辺方向をめぐる。明月帰せずして壁界に沈み白雲就職相互に密と、いうことで、これ王院がですね、一句目ですね、二句目ですね、で四句目ですね、東高五ですね、これ上表七句の院に属するですね字ですね、それから表則ですが、ペン、チン、ディですね。ファン、ピエン、ポンですね。ユエ、クイ、ビ、ユン、ス、サン。これ、年俸が言ってませんね。うまいこと言うね。これ、こことこことがこう、一緒にならないといけないんだけれども、これ、こう違っているので、これは、ですね、上手に作っていないと言えますね。七言絶句の条件を満たしていない。まあ、ですね、まだ、李白、まあ、
はたまにこういう絶句を作ってしまうんでしょうね。まだまだこう、完成しきっていない時期のものだと、まあ、言えなくもないですね。それでは最後に北京語で朗読します。苦朝清衡，李白。日本朝清辞帝都，征帆一片绕澎湖，明月不归前碧海，白云愁色满苍梧。日本朝清辞帝都，征帆一片绕澎湖，明月不归前碧海，白云愁色满苍梧。ということで、ですね、安倍の中丸と東大の詩人、ですね、李白もですね、交流していたということが、まあ、ですね、この詩からですね、言えるということで、まあ、ですね、まあ、この後李白は都じゃなくて、ですね、あっち放浪するから、もう、安倍の中丸とですね、会うことはなかったんでしょうね。もうですね、李白はまあ都にから追われてもう戻ることはなかったということですからね。それでは、ですね、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。